今日の一食目はスクランブルエッグ、そしてオートミールとブラックコーヒーっていうか、毎日毎朝っていうか、東京プロを終えてから毎朝一食目はこれなんで、もう今日で何回目なんだろう、28週間連続なんで、今日で196回目です。減量期に入ったとはいえ、まあ結構食べる量が毎日多くて本当に眠たいんですよ、食事後は。なんで余裕がある時は食べる後に昼寝したりします。もう今日もそういう日にしましょう。で今日はまあ日曜日で、普段のトレーニング休みなんですけど、ちょっと用事があって今日トレーニングもあって、そういったのもまあ見せていきたいと思います。ふぅ、眠たい。ナップタイム。ナップタイム。一緒に昼寝する？No. こんにちは。これ何です？これはあのさ、これの別内のマイクラフト、これある。2食目、白米とアーモンドと鶏胸。ちょっとスープ、 UFC やってるんで今日楽しみ。今日はわUFC 見終わって、3食目食べましたね。クリームオブライス、まあ、いつもトレーニング前の定番の、クリームオブライスに自分はプロテインを2杯、そして塩も結構入れて、ピーナッツバターも、ピーナッツバター混ぜても美味しいんですけど、最近はピーナッツバターを別にしてスプーンでちびちび食べながら。で今年は本当に何なんでしょうね、トレーニングと食事が一日の中心になって、人生の中のバランスでって言ったら、まあ理想ではないと思うんですよ。ただやっぱり自分はその、まあ、才能はある方だと思うんですけど、全てやらないといけないこと、やるべきことをこなさなくてもなんか勝てちゃうような、そこまで才能ある選手でもないし、だからとりあえずはもう自分ができること、やらないといけないことを全てこなして、でそれで、まあ、結果が出るか。今年は本当に勝つと一緒に集中しているのは、もう自分の体を持っていくべきところまで持っていけてるのか、もうそこだけに集中して、正直誰が来ようと、あら、高田の車がジムで合流しようって言ってたから、まあ、ちょうどタイミングがあった。まあ何て言ってたっけ、カリケンジムに来てます。今からプッシュデーの、バリエーションをやるんですが、もう全力でいきましょう。もう本当に一日のエネルギーをもう全部トレーニングに取っておいているような、まあ、そういう本当にボディビルダーの生活みたいな感じを、もう東京プロを終えてからずっと続けているわけなんですが、まあ、今日はせっかくだからタカもいるし、まあ、撮影してもらうか。
トレーニング終わり、まあ、全部撮影しなかったんですけど、合計何種目だ4、7種目、合計7種目追い込みました。家に帰ってカーディオ、まあ、ジムでもやるときあるんですけど、半々ぐらいかな。ジムをトレーニング後にやったり、ちょっと食事の間が空きすぎたときはトレーニング終わって家に帰って食べてからで有酸素というのが基本の流れ、うん、なんか今までのコーチだったらこんな早い段階でこれぐらいのカードやってないんですけど、今なんかまた新しいこととか新しいスタイルのものを学べてて、うん、まあ楽しい、楽しいけど、なんか次に何があるかちょっと分かんないような、本当に結構細かく調整とか入るんで、まあとりあえず、今日は20分後心拍数130から135ぐらいまで、あと何分かしたらそこまで持っていけるかなと思います。